食の食べ残しや調理過程で出た野菜の切れ端などを生ごみ処理機に入れる給食調理員。取手市立取手西小学校では給食から出た生ごみを堆肥化する取り組みを行っています。一番いいのは子どもたちがお腹に入ること、はい、ここに入ることではなくて、はい、子どもたちのお腹に入って血となり骨となり栄養になることが一番毎日の生活から出ている生ごみ、その運搬や焼却では地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素が大量に排出されています。取手市から出ているごみのうち約 77% が可燃ごみとなっており、生ごみは可燃ごみ全体の約 15% を占めています。取手西小学校では令和3年9月から試験的に生ごみ処理機を導入し、これまで可燃ごみとして出されていた給食の食べ残しなどの生ごみを堆肥化することで生ごみの減量を行っています。生ごみ処理機でできた堆肥は理科の授業などで使用され、堆肥による植物の生育効果など児童の学習にも活用されています。また堆肥で栽培したオクラなどを児童が家に持ち帰って食べることで資源循環の取り組みとしても学ぶことができます。代わりに給食は残さない方がいいけれど、もし残ってしまった場合は生ごみ処理機なので堆肥にし再利用することが大切だと分かりました。この給食の肥料は地球に優しいということが分かりました。給食の食べ残しなどから作られた堆肥は学校での学習で使われるほか、市内の自治会や子ども会などにも配り、畑や花壇作りにも活用されています。一方、家庭から出される生ごみについても堆肥化する活動が行われています。NPO 緑の会では市内の協力世帯から排出された生ごみを分別収集し堆肥化する活動を行っています。週に一度市内対象地区から回収した生ごみは専用の機械で細かく分散し、水分調整剤などを混ぜ合わせた後約2ヶ月かけて乾燥させて堆肥にします。作られた堆肥は年に一度協力世帯に配布され、植物の栽培に活用されることで資源循環の取り組みにつながっています。生ごみの約 80% が水分のため、そのまま焼却すると水分の蒸発に多くのエネルギーを消費してしまいます。水切りなどを行って生ごみから水分を減らすことで生ごみの減量となり、二酸化炭素の削減につながります。生活の中の身近な問題であるごみの減量、皆さん一人一人の取り組みで生ごみを減らし地球温暖化を止めましょう。